ごはんちゃんの体も良くなったみてえだし、みんなに顔を見せてくるといいだ。無天老師様も心配してたべ。わかった、僕ちょっと行ってくるよ。ずっと怖え目にあってたんだし、気晴らしにいろんなとこに行ってくるといいだよ。うん、ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。帰ったら早速勉強しなくちゃなんねえし。うん、そうだね。なんなんだこいつ、浮いてるぞ。君、危ないぞ。そいつから離れるんだ。僕は大丈夫です。早く逃げてください。ことのない凶悪な敵だ。気をつけないと。引いてるみたいだ。フリーパス。やった。フリーパス。なんとか倒せた。お、ご飯か。すっかり元気になったようじゃな。はい。あれ、他の方たちはいないんですか？うん、ちょっと人探しに出ていてな。人探し？ランチさんという以前うちに居候しとった女の人はいるんじゃが、最近とんと頼りがなくての。天津藩を追いかけて出て行っただけに、サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。何かあったんですか？さっきテレビを見とったら、西の都の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西の都に行ってもらうためにクリリンたちの帰りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃあ僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんはとびきりの美人での、パーマがかかったボリュームのある青い髪をしてある。それからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。グフフ、思い出すだけでたまらんわい。おほん、性格はおっとりしてマイペースな人じゃ。おっとりしてマイペースな人ですね。わかりました、探してみます。叫んじゃねえ。やめてください。青い髪だし、格好も聞いていたのと同じだ。あの人がランチさんかな。なんか揉めてるみたいだけど。てめえら俺をなめてんのか。出すもん出しやがれって言ってんだよ。そんなこと言われても。
な、何のことやら。蜂の巣にされねえとわかんねえみてえだな。のくせにめちゃくちゃ強えじゃねえか。孫悟空みてえなやつだな。え、なんでお父さんのこと知って。悟空のガキだと。なら、なんで俺の邪魔すんだよ。あいつらは俺の大事な地図を盗みやがったんだぞ。え、いい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてるとドタマ打ち抜くぞ。すいません、出来心だったんです。じゃあ、あなたはランチさんじゃないんですか。え、ランチは俺だ。いえ、でも青い髪だって。いろいろ事情があるんだよ。ほら、早く地図を出しやがれ。はい。その、これで許してもらえます。うるせえ、死にたくなきゃとっとと失せやがれ。ふざけた奴らだったぜ。とにかく地図が戻ってきたぞ。すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃあいつの家がわかるんだからな。あいつ、アンニャロー修行であちこち移動してるからな。人捨てに探してたんだ。そうなんですね。今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。よし、待ってろよ。行っちゃった。とりあえず亀仙人さんに報告しなきゃ。ランチさんは見つかったんですけど、どこかに行ってしまいました。え、ランチさんならさっき帰ってきたぞ。
呼びました？あら、あなたが亀仙人さんが言っていた悟空さんの息子さんね。はじめまして、私ランチって言います。あなたがランチさんなんですか？さっき会ったのは金髪の人でしたけど。ああ、それはもう一人の私ですね。私、くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで、髪の色も変わるみたいなんです。性格が変わるんですか？そうなんですよ。体質なんでしょうかね。体質って言葉で片付けていいのかな。あ、そうか。ご飯にはこのことを伝え忘れとったわい。すまんすまん。ところで、もう一人の私が何かご迷惑をかけたりしていませんか？いえ。でも人を探すって言ってたから、まさかここにいるとは思わなくて驚きました。そうなんですね。私も気がついたら西の都のそばにいて、状況がわからなくて、とりあえずここに戻ってきたんです。そうなんですね。そうだ、もう一人の私がお世話になったみたいですし、よかったら料理を食べていきませんか？久しぶりに腕を振るおうと思ってまして。うん、せっかくや、一緒に食べていくといい。サイヤ人たちとの激闘の末、地球は救われた。しかし、その代償はあまりにも大きかった。倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし、神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。遥か昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたご飯たちは、ナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃ。つかめ新たな希望、遥かなるナメック星へ。あ、来たわね。ん？どうしたんです、ブルマさん。ほら、今度ナメック星に行くじゃない。そのための宇宙船を改装してるんだけど、部品が不足してるのよね。はあ、
孫君も入院してて動けないし、だから部品の素材集めをお願いしたいのよ。なるほど、わかりました。任せてください、プルマさん。オッケー、じゃあ頼みたいのは、それじゃよろしくね。あら、早かったわね。これでよかったですか？うん、問題なし。ありがとね。宇宙船ババッと仕上げてみせるから。はい、よろしくお願いします。さあ、宇宙船の方はバッチリ完成よ。ごはんくん、出発の準備ができたら教えてね。出発したらしばらく地球に帰れないから、準備はしっかりしておくのよ。は、はい。オッケー。それじゃあ私は宇宙船の最終確認をしてカメハウスに向かうわ。ごはんくんは先にクリリンくんと合流しててね。ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよご飯、その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにってお母さんが。なるほどね、大変だなお前も。頼んだぞ、絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。おじいちゃん、お母さん、カム仙人さん、行ってきます。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地、ナメック星。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃、基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知る。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ、あれは俺のものだ。そしてブルマたちが地球を立ち、34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やった、ナメック星到着。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ、反応が。やっぱりあったのよ、ドラゴンボール。ほんとだ、やったやった、ヒャッホヒャッホヒャッホー。ん？クリリンさん、あっちに強い木が。木？本当だ、やたら強そうなすごい木ばかりだ。それにちょっと邪悪な感じの木が。どういうことだ。大丈夫だってば。
それにそっちの方向ならほら、レーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない？そっか、そうだよな。なんだ、ナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。消せ、悟られるぞ。はい。ベジータだ。あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ゴン。はい、わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったらソン君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。ん？え？そんな！ちょっと、なんでまたあれが来るわけ？いや、聞きたいのはこっちですよ！ありました！フリーザ様！おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。ソン君たちに伝えて、頼んだわよ。じゃあ、それじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐにソン君を連れて戻ってくるから。ん？クリリさん、誰か来ます。え？サイヤ人？違う、ベジータじゃない。もっと弱い気だ。多分ナメック星人だ。この辺りのはずだが。ん？なんだ？ありゃ。え？ナメック星人じゃないわ。ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ？見たかよ、こいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜ。
ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずあの宇宙船をやれ。よし。あ、宇宙船だ。運の悪い奴らだぜ。こんな時にこんなところへ来るとはよ。ご飯、木を解放しろ。こいつら大した奴じゃない。やるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人が来てたのとそっくり。なんだ、この戦闘力の数値は。ナイスナイス。ナイスじゃないわよ。フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力が一瞬上昇し、偵察の2人を倒した後、再び反応が消えました。それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい、ベジータとは反応が違います。戦闘力は2つとも1500ほどでした。1500ですか。放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそうですね。今度見つけたら消してしまいなさい。ベジータの始末はキュウイさんにでも任せましょう。クックック、聞こえてるかベジータ。フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるな、キュウイ。貴様にこの俺が殺せると思うのか。貴様の目は節穴か。スカウターをよく見てみろ。俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。まさか貴様の方からやってくるとはな。よほど命が惜しくないと見える。ベジータ、腕を落としたようだな。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。じゃあいいものを見せてやろう。この俺が地球に行った時、奴らから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをか。戦闘力のコントロールをだ。バカな。19000、20000、20000、22000、ゴー。
故障だとは思うが、ベジータにセットしたスカウターの数値が22000を超えたあたりで、22000だと？お前のスカウターは旧型だからな。俺ので正しい数値を調べてやる。そんなバカな。俺の新型も故障か？24000まで上がっている。我々の戦闘力を上回るというのですか？死ね！俺とお前は互角の強さのはず。マヌケめ、この俺は絶えず実戦で戦っていたんだ。地球じゃ死にかけたほどの戦いだった。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様といつまでも互角だと思うか。やめるな。シェーパー、クッハハハ、ベラベラととことんムカつく野郎だぜ。せやはっ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 やりっこほう！やりっこほう！汚ねえ花火だ。うはぁ、ベジータの24000って数はやっぱり本物だぜ。あっさりとキュイのやつをやりやがった。驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですしね。それにしても無謀でしたね。この私に表立って反逆し始めるとは。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持っているといいですね。5つ目のボール、さあ行きましょう。おしまいだわ。もう二度と地球には戻れないのよ。ブルマさん、とりあえずここを離れましょうよ。もっと強いやつがやってくるかも。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか洞窟とか。な
んとかなりますって。きっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。